もしもーし。もしもーし。こんばんは。こんばんは。何してんの？ゴロゴロしてました。してました。してました。電話出るまで。ああ、そうなの。うん。今日は？今日は学校。あ、そっからずっと家いたの？そうだよ。何年生？高3。あ、じゃあもう大学生じゃん。そうです。おめでとう。ありがとうございます。彼氏とかいんの？いないよ、できたことない。まあ嘘でしょ、それは嘘だよ。本当だよ。まあ大学で作るのじゃ。え、作んないよ、彼氏でしょ。うん、彼氏は作んない。なんで？え、だって女の子の方が好きだもん。あ、そういう感じなの？そういう感じ。へえ。そういう人はいいの、周りに？え、いっぱいいる。あ、いるんだ。いるいる。へえ、そうなんだ。え、でも女の子好きですよね。うん、一緒一緒。まあそうね、それと一緒。まあそれはそうなんだろうけど、恋愛対象が女の人なんだ。え、普通ですよね。うん、まあ別に変とかっていうことはないと思うけど。え？え？え？何？いや別に、え、どういうこと？絶対勘違いしてますよね。どういうこと？え、だって男で、うん、女の子が好きですよね。うん、うちも男で女の子が好き。あ、男なの？男です。めっちゃ声すげえな。もう一回言って、もう一回言って。え、何が？強、お前。もう一回言って、もう一回言って。え、なんで？もしもーし。お、すごいな。ありがとう。何それ、どういう声なのそれ。え、どういう声？どういう声？裏声じゃないか。裏声ではないかな。もう一回喋って、普通に声。めっちゃやらせるじゃん。え、すごいね。いや、感動した。あ、ありがとう。すげえな。ありがとう。え、すげえ。いや、すっご。気づかなかった？全然気づかなかった。やったえ、マジ気持ち悪いから、マジで男の声で喋んないで。ごめんって。すげえな。じゃあ彼女はいるんだ。彼女いないけど、女の子は好きだよ。いや、わかるけど。嫌いなやついないよ、だって。え？嫌いなやつはいないだろ。そうだね。え、童貞なの？なんでそういうこと聞くのさ、やめなよ。